おはようございます、集まる動物の森やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。各種設定なんだ、各種設定で日付とか、あ、タヌキッチン、あ、どうもどうも、はい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 、はい、あ、わかりました。皆さんも子供の方は保護者さんとやりましょう。タブを出すって、はい、あ、これはいいです。説明が聞きたい、はい、あ、なるほどなるほど、そういうことね、はい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 、それは便利だね、便利ですね、はい、重いです、はい、それはいいですね、あ、はい、はい、イエス、食べとく、ごめんね、あ、はい、エレナ島、エレナ島って言われるとなんか恥ずかしいな、エレナ島って言われるとなんか恥ずかしいですけど、先ほどパート1とパート2の編集をしたんで、今回パート3収録日は同じ日なんで、また昼間に、夕方ですね、今度は夜になる前に撮ってます。始まり方とかどんな始まり方なんだろうね。飛び盛りではしずえさんが出てくるけど出てこない、よし、何をすればいいんだ俺は。いろいろ試してみるか。カメラ、このカメラ機能を利用したさまざまなフィルター効果を使った写真を撮影することができます。へえ、あ、なるほど、あ、これいいね、動画のサムネイルとか撮るためにもいいですね。で、次タヌキマイエージ、はい、前のプレゼントいたします、はい、はい、わかりました、マイルゲット。タヌキ開発無人島移住パッケージプランにお申し込みありがとうございました。今回の移住にあたってご用意いただいたフライト特典マイルを付与するなも、何、あ、500マイルゲットで、あ、なんか釣りとかアイスだったとか、なるほど、牛ゲットか、マイルで返却しようって言ってたよね、返却するかローンを返済してって言ってたよね、釣りしたいな、何をすればいいんだ俺は今。ここはやめないみたい、入れないんだ、お、誰だっけ、ゲンジ君だ、ゲンジ、さっき動画撮ったパート1パート2撮ったばっかりなのにもう名前忘れてた、ゲンジ君、ゲンジ君何かが持ってんの、ヨウマ、お前の背中を引くとおかげで思ってた場所にテントが強かったよ、これからも最強しながら仲良くやっていこうぜマド、そうそうテントも下がった上にこのままってくれマド、何、あ、帽子だ、やった、そう、三剣棒、エアジンのかぶるのにぴったりだと思うぞ、よかったら薄くつけて選んで目つけてみてくれ、ま、君の方はすぐに脱いでくれて構わないからさ、ありがとう、やった、これを身につける、あ、やった、あ、かわいい、いいですね、で、釣りしてんの、ひょいちゃん、今日は実行釣り料理だからね、釣ってしまくるよ、じゃあね、釣竿いいな、それで穴が呼んでる、なに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 、たぬきマイレージ、ここか、基本は明日使うから、マイルゲット、よし、たぬきマイレージ300、え、これで5000貯まるの、お金で返した方がすぐローン返済できたけどね、あ、掲示板が、島の掲示板、この掲示板では皆さんのお知らせ役やしに役立つ情報をお知らせしていくのだもん、それと島の皆さんはもちろん島に住みに来た皆さんも自由に書き込みしてコミュニケーションを記念に活用してちょうだいね、ここら辺はいつもと同じですね、あ、
キャンプファイヤー場所変わってる。一日中やってんのかね、これが。夏とか大変だろうな。うわぁ、こうブラブラしてるだけでも楽しいよね。さて、じゃあまだ川の反対岸とかでも行きたいんだけど、まだ行けなさそうだから、おうちなんだっけ、小屋入ってみる、テント。あ、そうやって入るんだ。まあ、テントか、そうか。こんにちは。あ、勝手に動く。あ、うまさん、いらっしゃい、どうも。いつの通り、島苦しいけど、よかった、ゆっくりしていって、ゆっくりしていってね。島根の素晴らしくなったが、何かドラスに育った、インドカムくん、調査、相談してちょうだい。あと何か必要なものがあれば、丸吉に買ってみてほしいな、もう。ちょっとしたものは買い物してもらえるからね。先に不要品を買ってもらってから、購入した時は何でも持ち込んでたらいいな、もう。そうそう、それから今島暮らし便利に使える道具を DIY で自分で作ってみるという無料のワークショップもあってんだもん。 DIY は今節絶対役立つし、皆さんもぜひ体験してみてちょうだいね。 DIY はこれか。まあ、豆吉に走ってるか。はい、来ました。はいはい、ひろしさん、ご商品は多くないですが、紹介前の追加の数字チェックしてみてください。あ、参ります。見てみる。はい。お、ボックスティッシュ。燻製マシン、いいなぁ。書いて、あるボタン何？あ、雑貨。水素ボイスだとか。欲しいけど、桃400ミリで売ってんの？これの値上げしてんね。種、お花の種とか。うわ、高っ。80ミリで買えてたのにね。前まで。無人島だからやっぱ高いのか。はい、雑草ゴミも突っ込んだクズさんにも車用を支払ってください。はーい、相談聞こう。何をすればいい何をしてもいいし、何もしなくてもいいからね、そのつもりは。してないね。はい。あ、それは魅力。それ魅力。はい。はい。やるか。あ、分かった分かった。仮説。はい。体験していく。じゃあ聞いてみるか、 DIY って。 DIY とは Do it yourself という言葉を収録した言い方なんだもん。 Do it yourself、 かっこいいね。家具とか道具を使うんじゃなくて、材料もさ順調なことなんだもん。つまり半額的な構築みたいなもんだもん。あ、落ちた。はい、参加したい。やってみます。はい、よし、お願いします。何か変わった？まず DIY の手順をざっくり説明しておくだろう。といっても手順はとても簡単。作ったらもうレシピと材料を揃えればあとは作るだけ。ただしその台みたいな道具を揃っている専用の作業台を使うこと。今回実際その作業台を使って釣り座作りを体験してもらうもん。それで先に材料を集めてきてもらおうかな。今回作る水道の下の材料は昨日で買ったご飯だもん。それからちょっとしょぼいけど、材料を用意したら僕にこう送ってちょうだいね。わかりました。お、これは ATM？ はい、タネポート。はいはいはい、はい、へえ、あ、これか、サログか、ATM。はい。はーい。あ、やった、もった。ログインボーナスがあるんだ。ログインボーナスがあるのね。わかりました。タヌキショッピング。あ、買えんじゃん。買ったわけじゃないんだ。普通に売ってんだ。曲数が。スイーポン、パンツ、ボンジュー T シャツ。これ欲しい、ボンジュー T シャツ。あ、これキャンプに必要だよね、やっぱ。
でもお金がない。お金がないんだ。ATM。ない。ローンはどうやって返せばいいんだ ?500 マイル、5000マイルだもんね。ローンの返し方がわからん。あ、それきちんじゃん。いつまで持ってんだよ、その旗。やっぱり確かったです、確かった。あ、そうなんだ。大変だね、あんな狭いところに3人でいるなんて。あ、はい。ああ、わかりました。ありがとう。で、昨日だ、ご飯持ってこいって言われたんで、桃を拾います。お金稼ぎたいからね。昨日だ、こうやって、共有すれば、で、落ちてくるね。ご飯だっけ?ですな、蜂とか、あ、お金やったー、お金だ、初めてのお金。あ、100ミリ。勝手に入れてんだ。2本目4目だよね。はい、出てこない。他の村は桃じゃなくて他のリンゴとかオレンジとかなんですかね。お金、お金はいくらあってもいいからね。ちょっと助けて助けて、鶴吉。あ、もう切れました。今、家具かけて、釣り竿を作るために木の上で集めてたら蜂にやられました。ちょっとやだー、こんな顔。これもらえる?売ろうぜ。あー、ちょっと、もうお薬だって400ミリくらいするでしょ。ちょっと今稼いだ金が全部すぐスッて入る。こうだよね、入れなかったから、うまくボタンが押せなくて入ろうとしたんだけどな。おそのおにっこりしてるし、この顔見てにっこりするか普通。はい、行きた。はい、はーい。作れる、しょぼい釣り竿。売ってもいたけど、自分でも作れるのか。おお、やった。その顔で、その顔でやめて。しょぼい釣り竿できた。ちょっと、恥ずかしい。見ないで。はい、あー、終わりか、早いな。ありがとうございます。あ、はい、出します。 LINE で送ってんのかな。あ、すげえ、コントローラー振動した。 DIY レシピ僕やんど、わさその方にレシピの振り事を送っておいたのだも。そこは今回作る小説ではもう君を使って作っていいからね。ありがとう。やったー、釣りができる。はい、はーい。タヌキチに見せればいいのか。今 DIY 何ができる。あ、焚き火、木の枝だけでいいのか。で、網も欲しいな。すごい網だけか。なるほどね。とりあえず木の枝がすごい必要なのか。へえ。てかさ、この集まる動物の森さ、時間の表記の仕方良くない?左下ほら、おしゃれ。おしゃれでいいね。俺、そうだ、俺はあれだ、薬を買いたいんだ。この顔で、たぬきにめっちゃ笑われるからさ。
コテンと入るとほら笑顔にさえなられるから、今日は、返しとって。はいはい、ただ桃と雑草と蜂の巣ってどうよ、500ミリは行くでしょう。はい、はいはいはい、お願いします。あ、結構行った、やったぜ。買います、買います、ありがとう。はい、もう一回パワー切り切って。そうなの、へえ、すごい。実はなんか前回左上に表示されたもんね、10分の1って、今回ちゃんと食べるのもあるんだね、そういうスタミナというか、そういうのも。これはどれ、あ、増えてる。リアルレシピを増やそうとか。よし、で薬を買いたい、薬を買って買わせてくれ。はい、お薬、あ、1個でいいです、そんな感じない。はい、はい、他にどうしよう、物泊30秒とか、網 DIY で作れるか、お金はできるだけ温存しときたいから、これでいいか。お、いちいちこれ開くのか、短期間 IH、 お買い物かな、どれだ、どれか分かんない、下の方にあるのか。あ、めっちゃあんじゃん、めっちゃあんじゃん、こんなるんだ。よし、献血の予備軍、そうだね、ありがとう。お買い物タイトル、月曜日までの初めての買い物をたぬき開発かもお祝いさせてもらうとも、初回の特典としてワールド空間ぜひ受け取ってほしいだろうも、やった、よし、いっぱいあるね、たぬき氏読書してる、せめて椅子に座りなよ。あ、そう、薬飲まなきゃ、お薬、あ、置いてた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 、お薬飲めたね、やった、かわいい、イケメンの髪戻った、よかったね。まだチョイちゃんは釣りしてんのか、そう、俺も釣り座手に入れたから、あ、やっぱできるんだ、十字ボタンで。よし、釣りするぜ。お、いきなりちっちゃいのがいるじゃんけ、ほい、1、2、3、4、来た、どうだ、お、クリオネ、ん、これはクリオネを釣り上げた、ちょっと天使の気分、アジとかじゃないんだ、いきなり珍しい魚を釣ったよ。あ、こういう貝がもう金稼ぎのためにね拾っておきたいですね。いや、次は、あ、この魚類はでかいんじゃない、はい、1、2、ボロに釣り竿ってことはそのうち壊れるのかね。あ、あ、つぶきちが遠目で彼を釣り上げた、見た彼の竿さばき、向こう岸を渡りたいんだけど、つぶきちさん泳いで渡ろうぜ。泳ぎ要素は今回ないのかな、ウェットスーツとかないのかな、この辺話しかけたいな。と、釣りしようぜ。川あんま魚いないね。全然いない川に魚。あ、いた、あ、いた。ほい。ああ、風船が飛んでる。パチンコがない。ああ、ミスった。間違えた。風船に気を取られて。これ上画面向けないの？まあ、つぼみみたいに。上向けない？上向けない？あ、向けた。あー、取りたいな、あれ。とりあえず、この時期まだ夜が冷えるから。
キャンプファイヤーするじゃねえや、焚き火するために木の枝をいっぱい集めよう。雨も欲しいしね。もう木は移らないでいこう。お、なにここ、ステージみたいになるよ。あ、いやでかい魚影があった、逃げちゃった。うわマジか、もったいな。こういう石ころも必要なんだかな、斧とかに作るには。まだ行動範囲が狭いな。なんか川を、木を使って渡るんだよね、確か。木の枝を使って。それは CM か、あつ森ダイレクトで見た気がするから。まだ行動範囲狭いな、全然。こんにちは。何度もすみません。何度もごめんね。なんかそういえばさっきさ、ちらっと見えたんだけどさ、あんまり先変えたと思うか。はい。あ、でも変えたと思うもない？あ、国用に、あ、それ、たぬきちが見せてって言ったの、そういえば。たぬきちが見せてって言ったか、見せるか。はい。どうもどうも。魚。生き物見つけたよ。はい。風太くんじゃないんだね、今回。じゃあ、まずは、カレーをあげよう。食べたりしないよね、ウォーマサみたいに。あ、すげえ、ちゃんと、生では渡せないんだ。だから袋に入ってるね。お、これは特徴化するカレーかな。うん、カレーより関係があった。こうしての他にも、結構な種類の生き物いるのかも。そうだ、ウマさん。このカレーで果物食を預かる人もいいだろうも。古くは下に博物館長がいるから、そういう人に送って詳しく見てもらいたいだろうも。出た、これはあのフクロウの子じゃないか。オッケー。いやいや全然。はい。今回寄贈はこういう形でできるんだ。うん。アプリ。なになになに。あ、当たり前にね、スマホ出してたな。あ、すげえ、またコントローラー振動が。お、生き物図鑑。残念な生き物図鑑じゃないよね。よかったよかった。いいね。あ、ありがとう。クリオネ、クリオネ珍しいんじゃない？クリオネは珍しいよ、ちょっと。見て。見て。見てちょうだい、クリオネ。はい。おお、これは特徴化するとクリオネかな？うまさん、これも家の博物館としてるためにお客さんと見たの？オッケー。結構いい値段しただけだね。また釣れるでしょう。はい。はい。自分でも字を作ってないよ、そういえば。特には。ごめんね。ああ、そうかもしれない。はい。あ、やった。ありがとう。こうやって作っていくんだね。最初はどうなるか不安だったけど、DIY。楽しいね、結構作るの。斧と、物で締めるの。やった。木材ね。はい、ありがとう。よし、じゃあ DIY やるか。いちいちさん付けするの偉いね、うま。お、松明、キャンプファイヤー、丸の卓衣って何？巣箱。じゃあ、網を作ろう、まず。あ、一個足りねえ。焚き火が作れん。すごい山ができた。もうないからね、材料が。また揺すらないといけないのか？木を。ちょっと。